セレブファイブは、韓国の女性コメディアンによるユニット。2017年10月、小木の目陽子のダンシングヒーローをフィーチャーした大阪府立富久、高等学校ダンス部のバブリーダンスのダンスカバーを演じるため、キムシニョンとソンウニが中心となり、YouTube チャンネル、ビボ TV で企画、結成された。結成時のメンバーは他に、シン・ボンソン、アン・ヨンミ、キムヨンヒの、 計5名。同年11月の未ス筋オータムパーティー2017で結成の動機となった東美岡高校ダンス部に取材を観光。交渉により使用料を払うことで著作権の問題をクリアしバブリーダンスをカバーする許可を得る。2018年1月、ダンシングヒーローにキムシニョンがオリジナルの韓国語詞をつけたデジタルシングルセレブ5でデビュー。 複数の K-POP グループが、同曲のカバーダンスを演じて、話題となる。スケジュールの都合で、キムヨンヒが脱退。11月に、MBC プラス、X ジニーミュージックアワーズで、ト美ミオカ高校ダンス部、OB と共演を果たした。第2弾、シャッターの振り付けは、バブリーダンスの振り付け師であるアカネが担当した。同曲のミュージックビデオには、俳優のイドックアが参加した。 ありがとうございます。